町のモザイクシールドで飾られたファサード1ブロードウェイはニューヨーク市マンハッタンのブロードウェイ南端に位置する高層ビルである。かつてはユナイテッドステーツラインパナマパシフィックラインビルと呼ばれていた。このビルの建つ場所に以前建っていたケネディハウスは現在のビルよりも有名であった。その建物は18世紀後半にアーチボルド・ケネディのために建てられ、彼は EN アール・オブ・コシリスとして成功するまで、そこに住んでいた。アメリカ独立戦争中、その建物は、ジョージ・ワシントン及びヘンリー・ライト・ホース・ハリー、リー将軍の本営として一時的に使用されていた。後にその建物は、ワシントンホテルとして使われていた。1884年、E.N. エドワード・ H. ケンドールは、カビナ商業ビルであるワシントンビルを設計した。 そのビルは、インターナショナルマーカンタイルマリーンカンパニーによって1920、または1921年に買収され、1921年に e n ワルター・ビー・チャンバーズの海運をテーマにした計画に、沿って大々的に外装の張り替えと改築が、施された。現在のテナントは1階のシティバンクの支店と上階の、私的財産法律事務所のケニオンケニオンのみで、ある。 このビルの正面入り口はバッテリーパークに面している。この入り口はファーストクラスとキャビンクラスをモデルにしており、貝殻や海のイコンが施されている。2階の窓には著名な港町のモザイクシールドが交互に設置されている。内部は大理石の床に羅針図が目を引くように描かれており、回路を描いた2つの巨大な壁画がある。 以前の基調室は18世紀の舞踏場をモデルにしており、円柱と精巧な手すりが両側に備わっており、並行して4つの豪華なシャンデリアがある。現在は、その部屋はシティバンクの支店が取引部屋として使用している。イムはキュナードラインと張り合って自社のビルを同じようなモデルに作り直した。ウィキメディアコモンズには一ブロードウェイに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。